はい、今回の動画なんですけど、超緊急で回してます。このチャンネル史上最大の闇にこれから迫ろうと思います。予告通り、今から Z リーさんと会うことになりました。Z リーさんって、そういえば誰なんだろう。最近だとヒカルさんの動画でも、Z リーさんの情報を元に闇を暴いてる動画もありました。今、社会的に結構影響力がある闇の住人はどんな人物なのか。それを切り込むのが、このチャンネルなんじゃねえかって、ことで、やってまいりったんですけど、ちょっと、怖いです。本当に今怖いです。説によると、すごい会社の社長だっていう噂もあれば、もう本当になんか反社会勢力のやばい人だっていう噂もあるし。はい、着きました。今指定された場所の、事務所の前に来てるんですけど、見て。いや、ちょっと本当に待ってください。怖いです。やばくない？金数える機械。怖っ。初めて見ました。はい、ということでセッティングありがとうございます、はい、じゃあこれすりガラス、これ何ですか？これはちょっとやっぱ顔出してないから、ちょっと王子のお願いってことで、まあ悩んだんだけど3秒ぐらいはい、やっぱダメだなって結論になって。じゃあ Z リーさんがよくツイッターとかで、まあ、悪いことした人を取り上げてると思うんですけど、ああいう人たちって末路はどうなるんですか？その後のことって結構載ってなかったりするんで、どういう風に結末があるのかなって。数字が取りたくてやってるわけじゃなくて、目的があってやってることだから、結末っていうのは載せる必要がなくて、まあじゃあその話題を出して、その向こうからこれこうするんで消してほしいとか、謝りに行くんでもうこれこのこと言わないでほしいとかで、まあその目的が達成されたら自分の場合は消しちゃうから、まあそれはその現場にいる人しかわからないっていうか。じゃあ消えてたらもうその事件っていうか問題は片付いたと思っていいと。その事件というよりは、その事件に対して自分に相談をしてきた人にはもういい結果が返ってきてて。